僕のおじさんはグーちゃんという津田幸雄38歳居候僕の母親の弟だいつも母に怒られている学生の頃に外国のいろんなところを旅していたらしく気づいた時には僕の家に住み着いていたそして長いことグーたらしているからいつの間にかグーちゃんというあだ名になってしまったでも グーちゃんは変わった人でそう言われるとなんだかうれしそうだそれを見て僕の母はまた怒る怒るけどこれぐうちゃんの好物なんて言いながらご飯の支度をしているから母もちょっと変わっている僕の家は東京の西の郊外にあって父の祖父が建てた古い家だけれど ぐうちゃんが居候できる六畳間があってそこでぐーちゃんはぐうたらしている父は単身赴任で仙台にいて週末に帰ってくるぐうちゃんがいると何か力仕事が必要になった時に安心だからと言って父はぐうちゃんの居候を歓迎しているみたいだぐうちゃんは家にいる時は大抵本を読んでいるか唯一の宝物であるカメラの掃除 点検などをしている全くグータラばかりでもなくてたまに1週間ぐらい留守にする時もあるグーちゃんに聞くとそんな時は全国を回って測量の仕事をしているという一度家に持って帰った測量の道具を見せてもらったけれどすごく精密な望遠鏡という感じだったレンズの中を覗くと中にいっぱいメモリがついていて。 ダイヤルでピントを合わせる。いかにもプロの人の道具みたいでかっこいいかといってグーちゃんは測量の専門家でもないらしい。僕の母はグーちゃんのそういう落ち着かない仕事の仕方が気に入らないようだちゃんと就職して早く独立しなさいそうして居候から卒業しなさいといつも怒る とうのぐうちゃんは母に怒られても「でもまあもう少し」などとわけのわからないことを言うすると母は今度は僕に向かって「ぐうちゃんみたいな大人になってはだめだからね」と言う本当に文句ばかりだそんなぐーちゃんだけど僕はぐーちゃんが大好きだぐうちゃんの話は文句なしに面白いのだ 母はみんなホラ話なんだからそんなの聞いている暇があったら勉強していなさいと言うけれど宿題をするよりもよっぽど面白いだから僕がグーちゃんの話を聞くときは大抵グーちゃんの部屋に行くその日も夕食の後に僕はグーちゃんの部屋でほら話を聞いていたでっかい動物の話だったユウくん 世界で一番長いヘビは何だか知っているかぐうちゃんは細い目を目いっぱい見開くようにして僕に聞いたそれはいつも面白い話をする時のぐうちゃんの癖でだから僕はぐうちゃんのその表情が好きだでも今日の話のテーマがちょっと幼稚すぎるとはいえ宿題をするよりはずっと面白そうだから 母に見つかるまでその話を聞いていることにしたアナコンダとかいうやつだねアフリカの密林あたりにいるユウくんはチリに弱いんだなアナコンダがいるのはアマゾンだよ現地の人はスクリージュと呼んでいてこれはポルトガル語で水蛇という意味だ長く太くなりすぎて蛇行するには地球の重力が負担になって水に入ったんだ 泳いでいて出会ったら嫌だな飲み込まれちゃいそうだそう本当に人間なんか簡単に飲み込んでしまう生きている馬だって飲み込んじゃうんだぞグーちゃんの話はいつも怪しい僕が面白がればいいと思っているのだそんなの嘘だろだって馬の性は人間よりはるかに高いし体重だって 普通500キロはあるって何かの本で読んだよアナコンダがいくら大きいと言ってもそんな大きな口は開けられないだろありえねありえねくないんだよグーちゃんは変な言い方をした立っている馬をそのまま大口を開けて飲み込むわけじゃないんだまず馬の首の辺りに噛みついて馬をひっくり返す それから馬の体に巻きついて馬の足の骨をバキバキ折っていく飲み込みやすいように全体を丸くしていくんだなそれからゆっくり飲んでいくんだほんとかな力のこもった話し方を聞いているとうっかりグーちゃんのほら話の世界に取り込まれてしまいそうになるでもその怪しさがやっぱり面白いユウくん アマゾンの動物はみんな大きいんだナマズでもでっかいのがいるぞどのくらいだと思うどうせほら話だから僕も大きく出ることにしたそうだねじゃあ 1m ブッブー外れの合図らしいけどまるっきり子供扱いだアマゾンでは普通に 3m のナマズがいるよ 嘘だ。ありえねえ。ねさすがに頭に来た僕を小学生ぐらいと勘違いしているんだ嘘じゃないよ口の大きさが1メートルぐらいだよぐうちゃんはまた細い目になった僕をからかって喜んでいる目だふーんなんだかバカバカしくなったので気のない返事をした あ、信じてないだろうじゃあガラッと変わってきれいで小さい宇宙の話をしようかグーちゃんは話の作戦を変えてきた宇宙の話は好きだ例えば宇宙には果てがあるのかとか二重太陽のある星の話とかだところがグーちゃんの話は地球の中の宇宙の話だった北極には一年に一度 流氷が溶ける時に小さな氷の惑星ができるってイヌイットの間では言われているアイスプラネットだめったに現れないのでそれを見た者はその年いいことがいっぱいあると言われている童話か何かの話いや本当にある話だよ見ることのできたものを幸せにするという地球の中にある小さな小さな 美しい氷の惑星。いい話だろやっぱりありえねえ俺風呂の時間だしぐうちゃんは続けて話したそうだったけれど母親が風呂に入れと大きい声で呼んだのでそれを口実に逃げることにしたぐうちゃんはやっぱり今どきの中学生をなめているのだ翌日学校に行く途中で 同じクラスの吉井と今村に会った。初めはどうしようかと思ったけど馬も飲み込んでしまうでっかいアナコンダや 3m もあるナマズの話は面白かったし氷の惑星の話も本当だったらきれいだろうなと思ったからつい吉井や今村にその話をしてしまった2人は僕の話が終わると顔を見合わせて「ありえね証拠見せろよ」と言った。 そんなホラー話小学生でも信じないぞそう言われればそうだだから部活が終わって大急ぎで家に帰ると僕は真っ先にぐうちゃんの部屋に行って昨日の話本当なら証拠の写真を見せろよと無愛想に言ったぐうちゃんは少し考える仕草をして「そうだなあ」と言って目をパチパチさせている これまで撮ってきた写真をそろそろちゃんと整理して紙焼きしないとと思っているんだそうしたらいろいろ見せてあげるよムッとしたそんな言い逃れをするグーちゃんは好きではないなんかグーちゃんに僕の人生が全面的にからかわれた感じだ吉井や今村に話をした分だけ損をしたいや失敗した 僕ままでホラ吹きになっってしまったのだ。それから夏休みになってすぐぐうちゃんはいつもより少し長い仕事に出た関東地方の各地の川の測量をするということだった僕は人生を全面的にからかわれて以来あまりぐうちゃんの部屋に行かなくなっていたから気にも留めなかった夏休みも終わり近く いつものように週末に帰ってきた父と母が話しているのが風呂場にいる僕の耳にも入ってきた僕たちは都市のビルの中にいるからなかなか気がつかないけどユキオくんは若い頃に世界のあちこちへ行っていたから日本の中にいたら気がつかないことがいっぱい見えているんだろうねなんだか羨ましいような気がするな母は珍しくビールでも飲んだらしく いつもよりもっと強烈に優弁になっているあなたは何をのんきなことを言っているの幸きがいつまでもああやって気ままな暮らしをしているのを見ているとゆうたに悪い影響が出ないか心配で仕方がないのよ例えば極端な話大人になっても毎日働かなくてもいいんだなんて思って勉強の意欲をなくしていったとしたらどう責任取ってくれるのかしら 父が何かを答えているようだったがはっきりとは聞こえなかったただ僕のことでぐーちゃんが責められるのは少し違う気がするそう思うと電気の消えたぐーちゃんの部屋が急に寂しく感じられてきたそれからぐーちゃんがまた僕の家に帰ってきたのは9月の新学期が始まってしばらくした頃だった顔と手足が真っ黒になっていて パンツ一つになるとどうしても笑いたくなって困った残暑が厳しい日だった久しぶりにグーちゃんのほら話を聞きたいと思ったまたからかわれてもいい暑いから今度は寒い国の話が聞きたい感じだところがグーちゃんの話はでっかい動物のでも暑い国のでも寒い国の話でもなかった 旅費が貯まったからこれからまた外国をふらふらしてくるよぐうちゃんは突然そう言ったでもまあもう少しにはこんな意味があったのかぐうちゃんはいつもと変わらずに話を続けているそれなのにぐうちゃんの声はどんどん遠くなっていく気がつくと僕はぶっきらぼうに言っていた 勝手に行けばいいいじゃないか。グーちゃんはその時ちょっと驚いた表情をした何かを話しかけようとするグーちゃんを残して僕は部屋を出たそれ以来僕は二度とグーちゃんの部屋には行かなかった母はそんな僕たちに呆れたり慌てたりしていたけれど父は何も言わなかった10月の初めにグーちゃんは小さな旅自宅をして ーーを卒業してしてまった出発の日僕は何て言っていいのかわからないままぐーちゃんの前に立っていたぐーちゃんは僕に近づきあの表情で笑ったそして何も言わずに僕の手を握りしめ力のこもった強い握手をして大股で僕の家を出て行ったほらばっかりだったじゃないか。 居候がいなくなってしまった部屋の前で僕はそう思ったぐうちゃんから外国のちょっと洒落た封筒で僕に手紙が届いたのはそれから4ヶ月ぐらい経ってからだった珍しい切手がいっぱい貼ってあったあの時の話の続きだ以前若い頃に北極まで行ってイヌイットと暮らしていたことがあるんだその時 アイスプラネットを見に行こうと友達になったイヌイットに言われてカヌーで北極海に出たアイスプラネットわかるだろ氷の惑星だそれが北極海に本当に浮かんでいたんだ綺麗だったよ厳しい自然に生きている人だけが目にできるもう一つの宇宙なんだなと思ったよ地上10階建てのビルぐらいの高さなんだ そして海の中の氷はもっともっとでっかいゆうくんにもいつか見てほしい若いうちに勉強をたくさんしていっぱい本を読んでいっぱいの不思議頭になって世界に出かけていくと面白いぞ世界は楽しいこと悲しいこと美しいことで満ち満ちている誰もが一生懸命生きている それこそそありえないほどだそれを自分の目で確かめてほしいんだ手紙にはグーちゃんの力強い文字がぎっしり詰まっていたそして封筒からは写真が2枚出てきた1枚は人間の倍ぐらいあるでっかいナマズの写真もう1枚は北極の海に浮かぶ見たものを幸せにするというアイスプラネットの写真だった